ぱいあったよ。サボーダムより小規模のチサンダムというの、チサンダムがいっぱいある。あ、チザンダム、チサン、僕はこの間行ったやん、チザン、チスイッチ、チサンっていうの、うん、チサンが重要だから、ジだから、ね、これペペロンチーノしたら美味しいよ、このイカも。これもう肉や肉、冷凍庫にあったら、冷凍庫に、冷凍庫に牛肉が。あれやってよ。うん。昼飯代400円だった。いやでもね、あのおやつ買って行ったんだけど食べなかったんだ結局。今日は佐藤のご飯試そうと思ってね。いやおやつは食べんかった今日。甘いぐらい。広島大学の土田教授は4年前の土砂災害をきっかけに県の委員会のメンバーとしてダム建設における土砂の想定量の見直しに関わりました。もう葉っぱが全部土砂になるから絶対土砂崩れ起こるのよ。いや葉っぱ違うって、もう葉っぱが葉だから腐葉土が毎年毎年たまるのよ。それで30年ぐらいしたらたまった腐葉土がドバーって落ちてくるのよ。火山灰なんかもう何万年前の話よ。毎年毎年紅葉で落ちるのよ。それだけじゃないよ。でも地産だも金かかるし、だって今日月曜だもん。いや、本ルートじゃないから。いやいいよ、熊にあったらもう逃げるが勝ちよ。もうだったらじゃけど、でもすごく待って早いよ。熊はむやみの襲われよ。この間の熊、そっと逃げたら全然追ってこんかったよ。九州って熊が全くおらんのんて。九州、うん、いや昭和64年以来発見されてないんて。だからすごい安全ないの。この代わり猿がいるけど、猿は大勢でかかってくると大変だな。
浄水場が破壊されて、も死ぬしことはなかろうけど、土砂で破壊されてしまったためということでして、生活用水、それから、ごちそうさまでした。で確保できない状態が続いている。広島県で今80個ほど、岡山県で断水ほぼ解消ということですから、まあ、いかに突出しているかということが分かると思います。まあ、今復旧中だということなんですけれども、別の施設から、まあ、融通する形でなんとか大半の世帯についてはお盆前までに、これ飲まなかった。ニュースといえばこれだね。このテレビの必要性を作るために災害があるときも過去にない。武田のビルもできてて、どうもどうも、すいません。あ、ご飯ちょっとください。ちょっとでいいです。はい、どうも。あ、塩コショウしましたか。少しお願いします。お父さんの命を伸ばすためにね、山に登る。今日お医者さん来たよ。そう、なんか言ってた。分かった分かった。福代先生もあれだね、頑張って、頑張るね。そこでですね、今国交省がちょっといいですか。はい、進めようとしているのがマイタイムライン。マイタイムライン、はい、個人、あるいは個別の家族の中でですね、こういう場合に水かさが上がってきたらどうするのかということを事前に決めておきましょうということで、明日台風、僕台風撮影、台風撮影しに行こうと思うんだけど、台風っていつ来るの。明日全然台風らしくないじゃん。推進しようとしてるんですね。そしておじいちゃんは2日前にあの親戚に預けよう、こういう荷物を持っていこうというようなことをみんなで協議をしながら決めていく。そして逃げ遅れをゼロにする。で、いかに被害を少なくするかというのをやりましょうというのが、これからの防災の鍵になります。これだけ日常的に災害というものが起きてしまっている中で、よりこう自分ごととして捉えて意識を変えています。今で89の休暇さんが水が多すぎない。どこでも来る。そのためぜひ皆さんこのマイタイムラインっていうのをぜひ頭に入れておいていただきたいですね。続いて、あの日から73年、それぞれの伝えない体験がたくさんあると思って、その忙しい手により安全に扱える医薬品を、その不安な手に飲みやすい医薬品を、その優しい手に思いの詰まった医薬品を、私たちニコロはより良い医薬品を通じてみんなの元気を支えたいと願っています。
あ、ごちそうさまでした。よく食べたかった。アイスがあるよ、アイスが。はい。